最近ほうれい線が気になっちゃって仕方がない年頃の側です。はい、いやほうれい線がね、僕も年なんでほうれい線がちょっと気になっちゃってね。日焼けが趣味やからあかんのかな。誰かちょっと注射打ってくれへんかな。はい、じゃあ今日も温まってきたところで始めましょうか。すいません、じゃあリラックスしていこう。始めます。今日のお題は、必要なものにすぐアクセスできることが人生の豊かさを決める。なるほどね。後悔しない方。なるほど。必要なものにすぐアクセスできることが人生の豊かさを決める。必要なもの、自分の必要なものにアクセスするだよね。いつも何してるかな。そうだな。だから自分の知りたいこととか調べたいこと、知りたいこと調べたいことを、まあ興味のあることとか、あとは自分のまあ好きなことだよね、楽しいこととか。だからまあ、海外電話も使えるようになったもんな。昔はできへんかったけど、今じゃもうネットがあったらどの国でも海外電話もできるもんな。あと勉強もできるな。って考えると、いつもネットと一緒におるな、他の誰よりもネットと一緒におるな、ずっとな。だからそれで、まあ、ネットでその、まあ、見たりそうだな、聞いたりな、見たり聞いたり、あと読んだりもするね。であとまあ話したりしてそれで考えて、だそれがまあ今の自分のそういう考え方だったりとか、今の自分の姿なのかな。それにまあこれから先の自分の姿っていうものにもなっていくんやろうな。そうだな。いや俺子供の頃とかってまあまだネットがなかったから、なんていうかな、知らないことが多かった。知らないこと多かったな。だから今じゃ当たり前に誰でも取れる情報が、まあその時は一部の人たちしか持ってない情報みたいなもので、なんかそうだな。だから子供の頃ちょっと派手なイメージがあったな。派手だったな。そう、金持ちイコールなでかい家だったり高級車、あとはなんかそのまあピカピカしたような金銀財宝ジャラジャラみたいな。まああとはよくみんなその辺で喧嘩してたよな昔。いやうちの親父もよく喧嘩してて休みの日家族でなあどっか出かける言うて車乗って行ったら、駐車場で嫁子供置いて寝て行って外で喧嘩してるからな。まあなんかこの場所の取り合いかよくわからへんけど、まあそういう意味で派手だったんでもあるねんけど、まあちょっとそれは置いといてな、そういうお金持ちイコールそういう派手みたいな、なんかそれがそうだな、ここで言うやっぱ豊かさの象徴みたいな感じがした。してた。だでもなあ、今の時代ってでも違うと思うねんな。違うっていうか、今って昔は一部の人しか持ってなかった情報っていうものを誰でもが今アクセスできるし、みんな知ることができるもんな。だから今のな、その人生の豊かさっていうものをっていうのが変わったのかな。変わったっていうか、そうだな、種類が増えたかもしれんな。なんていうのかな、バリエーションが増えた。人それぞれやっぱ思う豊かさってやっぱ違うから、今なあ情報っていうものがあって、やっぱなあ
豊かさってものがやっぱ増えたよな。まあちょっとまとめるとね、そうだな、まあなりたい自分、なりたい自分になりたいんだったらまずネットは使わないといけないよね。ネットは必要だよ。ネットを使って、で、なんつうな、まあなりたい自分イコール、なりたい自分イコール自分の人生の豊かさ、なんか心の豊かさみたいな、感じかな。な、じゃあまあ、な、まあ俺の求める、そうだな、俺の求める人生の豊かさっていうのは、まあ2つあればいいな。まあ大好きな人と大好きな場所。それはな、自分の大好きな人たちと自分の大好きな場所で一緒に楽しむことかな、って思うな。じゃあ今日も以上です。いってらっしゃい。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。